はい、皆さんこんにちは。 NPO 法人おせっかいの八代です。今日はですね、綺麗な女性の隣にいます。何をしますかと言いますと、今日は空き家の活用事例をご紹介していこうと思います。この空き家だったお家の、オーナーの小林さんです。よろしくお願いします。今日はよろしくお願いします。はい、で小林さんはこのお家を貸し別荘にされたということなんですね。はい、まあ、その辺のお話を少し伺っていきたいと思います。あと最後には貸別荘の宣伝もしますので、ぜひ8月まだ予約が取れるそうですので、ぜひご覧ください。よろしくお願いします。はい、小林さん、じゃあなんか周辺の、ね、環境とか先にちょっと見せていただこうかなと思うんですけど、まあいい路地ですね。これそうなんですよ。漁村の路地っていいですよね。僕もね、漁村の育ちだもんで、そういうのを見るとね、なんかあ、いいなと思いますが、これお家ですもんね。はい、強いので、強いですよね。より集まって、うん、立ってるんですね。ああ、なるほどね。石垣がまたいいな、これ。今日ね、実はですね、午前中にこの近くに出た空き家の、紹介をする動画を撮らせていただいたんですよ。うん、はい、はい。すごい素晴らしいとこだな、西川名はということで。いいところなんですよ。もしかしたらこの道に繋がっていくのかな。あ、じゃあ本当に近くかもしれない。すぐ近くですよ。結構ずっとつながるので整備すると面白いかと思います。はい、ね、本当ですよね。整備してハイキングツアーみたいにしてもいいかもしれないです。あ、いいですね。畑はこの細長い部分なんですけど。あ、これがそうなんですか。今ちょっとやっと手をつけ出して。何やるんですか。草刈りをしたんですけど、はい、私自分でずっと味噌を作ってるんですけど、ほう、自分で育てた大豆で、はい、味噌を作るっていうのがずっと何年も前からずっとやりたいって言っていて。じゃあ中にどうぞ。はい、よろしくお願いします。お願いします。邪魔いたします。これ築何年ぐらいだったんですか。築50年ですね。あ、50年。あ、じゃあ僕よりちょっと若いぐらいですね。ちょうど50年です。ちょうど50年。へえ。これを不動産屋さんで見つけて買い取った。そうですね。ああ、ちょっとじゃあ建物の中を見せていただきながらお話を伺いたいと思います。はい、まあ、玄関上がってすぐ神棚、まあ、元仏壇だったんですかね、があったりして。そうですね、昔の作り付けの、はい、なんか田舎暮らしを体験できる貸別荘な感じですかね。そうですね、はい、ここで暮らしているような感覚でお泊まりいただける宿だと思います。はい、ありがとうございます。じゃあぐるっと一回り見せてください。はい、こちらが、ね、メインのお部屋がこちらの2つで、はい、ここは床張りになってますね。洋室になってます。あ、天井も頑張って張った感じですね。頑張って張りました。はい、すごい。これでも全部 DIY ですか。そうです。すごいなあ。でも下地は大工さんに組んでいただいて。あ、下地はやってもらったんですね。はい、これ床は自分で張ったんですか。床は、はい、ここは何人かの方にお手伝いをいただいてるんですけど、はい、プロも含めて、はい、プロ、セミプロ、皆さん、DIY のプロ。ああ、そういう人たちが来て。はい、お友達がいるので。すごいですね。遊びがてら来ていただいて、はい、ついでに床も張ってもらった感じ。あ、ついでに、はい。で、ここが、ここがキッチン。キッチン、あ、キッチンですね。はい、はい、広いキッチンですね。そうですね。はい、火床も3つあって、はい、あ、洗濯機もありますね。はい、はい、洗濯機も使っていいんですか。はい、オプションで使っていただけるようになってます。はい、食器を自由に使っていただける。あ、なるほど。あ、またこのチャダンスがいい感じですね。これもボロボロだったのを、はい、洗浄して、はい、で修理して。あ、やりますね。はい、あ、お風呂きれいですね。すごい。泡が出ます。泡が出ますか。はい、で、周り廊下がですね。はい、ぐるっと、はい、昔のお家ってよくこんなのありますよね。はい、はい、作りが面白くて。はい、そうですね。なんかね、うちの母の実家もこんな感じです。はい、で、ここに広間があって、これ8畳間が2つで16畳ですかね。はい、はい、ここをみんなで宴会できますね。できますね。はい、で、襖を取れば続き間になるので、はい、
ちょっとした宴会ができますね、はい、すごい。はい、これ欄間とかは、はい、波のモチーフ、海の近くなので、はい、もともと入ってたんですか。そうですね、このなんていうんですか、間のところも青く加工してあったり、もともとですか。もともとなんですよ、これ。でこの中の塗り漆喰も、はい、あの青かったり海のモチーフになってます、ね、あ、この中ですね。中が漆喰なんですけど、青い漆喰なんです。珍しいですね。あの外壁にもこう青が使われてたりとかして、はい、小林さん、これ涼しいですね。はい、あの風が抜けるんで涼しいと思います。縁側最高、これ縁側っていうのかな、これ最高です、これ。いやね、よく僕の実家もこういう縁側あって、よくね、こういうところで昼寝したもんですけど、いいですね、これ。いや、田舎を満喫できる、貸別荘、貸別荘ですかね。はい、とってもいいお宿です。はい、バーベキューしていただけます。ああ、いいですね。バーベキュー台作ったんですか。これはあのはい、直しました。あ、直した、はい、はい、まあでもね、すごいな。え、小林さんは何かこういうのどっか習ったりしたんですか。一番最初は前職の仕事で必要で、はい、はあ、前職何やってらっしゃったんですか。前職はリノベーションの仕事をしていました。リノベーションの仕事、建築屋さんってことですか。リノベーション、空き家をリノベーションして、はい、事業を作るっていう仕事をしていました。その仕事があるんですね、はい、なるほど。だから DIY とかは得意なわけですね。得意、そうですね、得意でもないんですが、はあ、皆さんを呼んで、うん、ワークショップなどを開催するのに、はい、まずは自分が学ぶ必要があって。あ、そういうこともやってたんですか。そうですね。へー、ちなみに、はい、小林さんって移住者ってことですか。はい。あ、そうなんですか。何年ぐらい前に。丸2年が経ちました。2年、あ、立山に来てから。はい、2年と4ヶ月くらい。自然があって、うん、食べ物が美味しくて、うん、ですごく、なんだろう、受け入れてもらえそうな感じがしたんですよね。はい。で、今この貸別荘を移住してきて始めて、はい、でもなかなか貸別荘だけじゃね、生計立たなかったりしますもんね。そうですね、あの、お仕事とかもされてる。これからなので、はい、移住してきた時は、はい、ホームセンターの仕事と、ホームセンターで、はい、はい、あと、この地元ならではの季節仕事っていうのが結構あって、はい、で、たまたますごくいいところの菜花の仕事をしてるんですけど。菜花の仕事、はい、へえ。農家さんで勤めたってことなんですか。そうですね。アルバイト、はい、あのホームセンターもアルバイト。そうです。はあ、そうですか、はい、そうですか、はい、館山の暮らしどうですか。本当に、いろんな方に助けていただいて、うん、ですごく安心して暮らせてますね。そうですか、はい、仕事もそうですし、はい、いろんな方とご縁がある中で、うん、本当に助けていただいたりとか、うん、特に何か心配しながらっていうのはないですね。そうですか、すごく安心して暮らせてます。お子さんも何ておっしゃってます。子供は越してきてよかったって言ってますね。そうですか、はい、あの自然が好きなので、はい、やっぱり海が近かったりとか、はい、お友達ともすごく、あの、最初やっぱり心配はあったんですけど、うん、そうですね、はい、すぐ馴染んで、うん、はい、よかった。みんななんかおおらかみたいで。そうですか、はい、いいかもな。はい、小林さん、今日はありがとうございました。ありがとうございます。貸別荘を始めた小林さんです。ちょっとだけおかみさんとしてのお話も聞かせていただこうかなと思っておりますが、予約状況いかがな感じですか。予約はありがたいことに8月は半分ほどご予約をいただいています。いらっしゃってるんですね。この動画が公開されるのは8月の本当上旬とかになっちゃうので、もしかしたら
これ見た方が査定を焼くっていう時に埋まっちゃってるっていう可能性もなくはないですが、はい、最大何人までお泊まりいただけるんですか？10名まで。10名様までですね。はい、お支度としては、10人分の寝具と、まあ、普通に生活できるお風呂とか、はい、まあ、設備があって、はい、あとどんな設備があるんですか？あとバーベキュー台ですとか。バーベキュー台、はい、見ましたね。はい、そうですね、食器類が、あ、食器類はあるんですね。はい、充実していて、はい、あと自由に使っていただけるかき氷機だったり、はい、炊飯器もありましたもんね。そうですね、ウォータージャグだったり、はい、暮らすようにお泊まりいただけるような設備は、はい、じゃあもう本当食材だけ買い込んでくれば、はい、スタートできるって感じですかね。宿泊できるっていう感じ、ね、食材と、はい、はい、炭とかですかね。あ、バーベキューならね、はい、炭とかね、はい、詳しくは、サイトを見ればよろしいでしょうか。はい、はい、リンクしておきますのでぜひご覧くださいということです。はい、あと Facebook と Instagram もページがあるということですね。はい、はい、ぜひご覧ください。ありがとうございます。西川名、立山市西川名という場所にあるところの空き家を再生して貸別荘に活用されたという小林さんのお話を聞かせていただきました。予約は急いだ方が良さそうです。はい、ぜひご活用ください。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあこの後ちょっと海の方まで散歩して帰りましょう。はい、じゃあ失礼します。